28年度の電研の理論の問い7ですね。こういう回路がありましたね。で、この AB にですね、加えられる、最大の電圧ですね。最大の電圧はいくらかと。こういうことですね。で、これ書き換えますとね、こうなってですね、1マイクロファラット。ここが2マイクロファラットですね。で、Q は、共通ですんでね、いわゆる電荷は同じものがいきます。Q イコール CV になりますんで、1×10⁻⁶×500 入れてね、500かけます。はい。それで、このこちらですね、2×10⁻⁶×ですね、V ですね。はい。そうすると V は何本になるか言ったら、これ250V ですね。そうすると V のマキシマムは、500ですね。1マイクロの方が500。からに、こちらの方ですね、並列回路の方は250ですから、750V。